向こうが曲がれるコーナーなら同じスピードでこっちも曲がれるはずじゃないかって、そう思ったんですよ。あ、なるほど。そりゃ理屈はそうだけど、そんな無茶苦茶な。出るわよ。さあ行くよマコ、このバトル一本で終わらせるよ。 OK 正規、今までの最高の走りを見せてやるわ。大のフルスロットル作りやがった。いよいよ始まったのか、匠初めてのビジターバトルけど、いくら匠でもあまりにも厳しすぎる条件のバトルになっちまった。大丈夫大丈夫、匠は絶対やってますよ。すげえやばい、俺にも行けるか。こっちがいけるな、こっちがいけないことないな。いけ。なかなかやるじゃない。波の走り屋じゃないね、食いついてくる。そうでなくっちゃ先の楽しみがなくなるわ。どこまでついてこれるかしら。まだまだこんなもんじゃないよ、私たちの本気は。暴走しろ、想像以上のハンデがあった。集中力を切らしたら壁に張り付くか。飛びそうな人、心臓が縮み上がるような瞬間をいくつも飲み込みながら走り屋は成長しているもんだ。並外れた集中力とセンス、鍛え込まれたドライビングテクニック、そして何よりも俺の手で熟成された足回りの完璧な仕上がりがあれば負けやしねえ。上から誰か降りてくる。すげえスキルだ、攻め込んでくるぞ。来た、シルエティだ。マコとサユキだ。後ろにもいるぜ。誰だ。ああ、86じゃねえか。対向車なし、派手に行こうよマコ。ゴー。進行だ。仕上がった。信じられない。誰だあの86。まさかまさかあいつが最近噂になってるアキナの86。鳥肌が立ったぜ。何今の。超限界スピードからの四輪ドリフトはウルトラ D の難易度なのに、慣れているマコでさえ立ち上がりでベストラインを5センチ外した。違う、このコーナーはそんなに大きく振っちゃダメ。ちょっとそういうことは突っ込む前にいなさいよさゆき。どうしちゃったの。ぼやっとしないでよ、いつものさゆきじゃないよ。あんたにわかんないのマコ、後ろの86化け物だよ。今の私らの手に負える相手じゃない。何よ、いつもは強気なこと言ってるくせに。まだ負けって決まったわけじゃないのにギブアップしちゃうの。そんなの嫌だよ。そりゃ、そうだけど。もういい。サユキがそんなに弱虫だとは思わなかった。サユキなんかにもう頼らない。あの86がすごいのは、初めから分かってることじゃない。でもね、これが最後のバトルだって決めたんだから。だから私たちのベストを出し切らなきゃ、終われないでしょ？何よ、おじけづいちゃって。今のサユキは最低だよ。助手席に置いてある荷物だよ。え？荷物？エースよ、パワーウェイトレッシュを悪くするバラストだよ。
ハンドル持つと人が変わるんだから。私がバラストとは何よ。ナイスバディだけどデブじゃないわよ。デブじゃん。だって49キロのハンデじゃない。47キロ。そこまで言われちゃ黙ってらんないわ。行くわよマコ、死ぬ気で攻めなさいよ。どこなくっちゃ。次のコーナー、イン側の岩にぶつけづらいの気合で切り込んで。オッケー、最近ついてってるうちに良くなってきた。この峠のリズムが分かってきた。自分のリズムで走れている。残りのコーナーの数も少なくなってきた。だけど最後まで気は抜かない。攻めて攻めて攻めまくる。悔いだけは残さない。薄い峠最速ブライトにかける。やっと目が覚めた。意識は後ろにばっかり向けてて、速く走れるわけがないよ。もうバックミラーには二度と見ない。ここは流せ。やっぱすげえ突っ込み。ペースが上がってきてる。これ以上行かれたらこっちはもう限界超えちまう。今でさえ4つのタイヤ目いっぱい使ってズルズルもんなのに。くそ、ダメかよ。ここで離さなきゃもう勝負できるとこないよ。分かってる、思い切っていくよ。私らの乾杯だよ。すごいよね、憎たらしいぐらい余裕じゃん、あいつ。どんな気分？負けたけど、すごい充実感あるよ。思い出せたよ、走り始めたばっかりの頃のあのワクワクする感じ。夢中で夜が明けるまで走り続けた。あの頃と同じすごくピュアな気持ち。最後は限界超えちゃったけど、そこまでのあんたはすごかったよ。今まで見た中で一番だよ。さゆき、だから認めてあげるよマコ。これからのことはあんたの好きなようにしていいよ。ありがとう、サイキ。やだよ、使命っぽくならないでよ。最高のバトルができて快感なんだからさ。